懲戒免職となったのは、陸上自衛隊旭川駐屯地業務隊二頭陸尉の目時義行被告です。目時被告は去年1月、旭川市の会社役員と共謀し、弁当代を水増しして発注して、旭川駐屯地からおよそ95万円を騙し取ったとして逮捕され、裁判が続いています。 北部方面総幹部によりますと目時被告は発注先の業者に赤字を出させては申し訳ないという思いと金銭欲しさから水増し請求した深く反省していると話しているということです。